さん、はい、今年の春のキャンプの大体のチームの1軍、はい、2軍のメンバーの振り分けが発表されました、はい、中でも、うん、やっぱり大注目は阪神。まあそうだね、はい、そうですね。まあだけど阪神は大体決まってるだろう。まあ大体もうおおよそ大体 ね、まあ、ね良さつきますよね、はいはい、ただあれこの選手1軍じゃなかったのっていう選手は2軍に行ってたりもするんですよ。なるほど、はい、まずは1軍のピッチャー、はい、ゲラ新しく取りました抑え候補の。いやこのピッチャーいいぞ、ね、これ抑え候補はハマったら打てないよなかなか。そうですよね、はあ、たまに力あるわもうそこら辺のおじさんの喋りになってるね。いや本当キャンプに来てるおじさんの喋りになってましたが、はいはいはい、そして西純や西優希ダブル西投手です、はい、から青柳投手、はい、でここでルーキーのシーバ投手が入ってきました。あシーバね、はい、はいはい、これあの一軍スタートなんですね。ここまあ、ね、いいんじゃないの。やっぱり見たいんでしょ、うん、そばで。まあそういうことですよね。まあそりゃそうだよね。一軍でバリバリ活躍してる選手と一緒にブルペンで投げるっていう。それはもちろん刺激だよね、はい、まあ、だからいい刺激を受けるとね、うん、まあいいものを見ると目の保養になるし、はい、うん、だからそれはいいんじゃないの。そうですよね、はい、それからまあ伊藤将司投手、はい、から門別投手ももちろん一軍もちろんいました。はい、はい、期待の門別だからね、まあ、そうですよ、はい、あのねお墨付きですし岡田監督、はい、それから漆原投手、はい、はい、から才木投手、浜地投手、はい、及川投手から村上春樹投手、はい、桐敷投手、あと茨城投手、村上春樹、あ村上将棋、将棋村上春樹は小説かなみたいなあれみたいな、はいはい、から大竹投手、はい、富田蓮投手も来ました一軍、はい、帯同です、はい、から岡留投手、湯浅投手、から石井投手でビーズリーというところがピッチャーで20に入ってきました、はい、まあ順当だな。そうですよね。だけどまあドラフト1位の下村はな2軍スタートなんです、うん、まあ腰の張りとか、はい、まあ、そういうような状態らしいけども。そうなんですよ、まあ、森下もね、はい、あの昨年あの自主トレで肉離れをしてみたいな、はい、ちょっと遅れたけどもね、うん、やっぱ怪我っていうのを一番岡田監督っていうのは嫌がるし怖がってるし、うん、多少違和感のある最初のスタートの時にね、うん、まあ、そういった選手はちょっと外す傾向にあるよね。それは下でゆっくり調整してきて、まあ、もちろんもちろん、うん、もうとりあえずもう体が良くなったら一軍に上げると思うけどもね、うんうん、それもちろん第3クールとかその頭ぐらいで入ってきたり、まあ、第3クールになるのか第2クールになるのか、うん、まあ、これは分からないけどね、うん、腰の状態でそんなに時間はかからないと思う、うんうん、じゃあやっぱりその大事を取っての2軍スタートもちろんもちろんですね、うん、であの2軍スタートとなるのは岩崎投手とか岩貞投手、まあ、その、うんうん、下村投手、森木投手、秋山投手、島本投手、梶谷投手とか、まあそこら辺はもう、まあ、島本、岩崎投手、岩貞投手、そうそう、まあ、ここら辺はちょっとゆっくり調整してくれっていうようなことだろうね、はい、うん、そういうことですね、自分のペースで作り上げてくれっていうようなことだと思うよ、うんうん、あとあの高橋遥人投手も、2軍スタート、まあ、怪我明けだからね、はい、うん、これはやっぱり順当な、また怪我とか、はい、まあ、ベテランのその配慮だとか、うん、そういうのがよくわかる人選だよね、はい、でこれキャッチャーなんですけれども、はい、まあ、梅野の選手、坂本選手はもちろん一軍なんですけど、藤田選手と中川選手を一軍、はい、逆に例えば坂枝選手とか長坂選手は二軍スタートということで、この坂枝選手や長坂選手、あの梅野選手が離脱した時に上げてきたっていう選手たちなんですけれども、まあ、そこら辺の力量は分かってるっていう、あ、若い選手の、はい、まあ、どのぐらいできるのかっていうのを見極めたいっていう、うん、まあ、意図は感じるけどね。なのでそれと一軍 の, そのピッチャー陣を、はい、やっぱより受けさすというかさ、あ、まあ、そういうことで勉強させるという、はい、まあ、意図もあるのかなというような感じはするけど、ね、うんうん、で次内野手8名です。まあ、木浪選手、大山選手、熊谷選手、佐藤輝明選手から渡辺亮選手、小畑選手、中野選手、あと梅田選手と、うん、まあ、順当だな。順当、うんうん、まあ、順当というか、まあ、それ以外誰がいるのっていう感じがする。伊藤原選手は2軍スタート、伊藤原はやっぱベテランのくくりで、うん、なかなか守備につく機会もないし、うん、2軍でもいい見本がいた方がいいんだよ。あ、だからいいからって全部1軍に持ってくるんじゃなくて、まあ、ベテランでもある程度、はい、その力量が分かって、まあ、伊藤原なんかはベンチ入りは必ずしてくるよ。そうですよ、これはやっぱこう切り札としてね、はい、だからそういった選手がどういった練習をするのかとか、うん、まあ、2軍の選手たちに
やっぱり見せるっていうのも大切なことだから、そういう意図もありながら、はい、しっかり自分の形を作り上げて上に来てくれっていうようなことだと思う、はい、あ、そういうことなんですね。そう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 、何でもかんでもいいから全部上げてしまうっていうのではないってこと、まあ、ほとんどやっぱこう守備につかない、はい、まあ、選手だけにね、バッティングっていうのはどういうものかっていうのを、まあ、見せてあげるっていうのも大切なことだし、はい、やっぱり2軍に入ってノックを受ければさ、はい、うまいだろうしさ、うん、だからまあそういうことを見本として、まあ、見せるっていうこともあると思うよね。あとあのルーキーの山田選手、はい、内野手も2軍スタートというところになりました、はいはい、で次外野手です。1軍は森下選手、近本選手、ノイジー選手、井上選手、ミエセス選手、前川選手、小野寺選手、野口選手と、やっぱり小野寺選手、野口選手は、まあ、外野手というところで入ってきました、うん、だからここら辺の競争は厳しそうだな。いや外野手は厳しいでしょうね。いい選手いるな、使ってみたい選手が多いよ、まあ、野口なんだそうだし、前川もそうだしさ、はい、常時使ったらどのぐらいの数字を残すのかなとか、うん、まあ、井上も黙ってないだろうしね、うん、だからそういう意味では本当にいい選手が多いなっていうふうには思うよね。で一応外野手の括りで小野寺選手ってなってますけど、岡田監督はその野口選手はもうサードはやらせないと話してたんですが、小野寺選手はやらすよみたいなことも話してたんで、まあ、そうだね、あのバッティングっていうのを生かしたいよね、うん、複数ポジションでどこでもできるようにしといて、はい、うん、小野寺なんかは本当に頑張ったらチャンスあるかもわからないよね。そうですよね、うん、ただレギュラーってなると相当牙城が高いから、うん、壁はね、はい、相当高いから、だからそこら辺どう頑張ってくるのかね、うん、外野手はね熾烈な争いになるっていうふうにはもちろん岡田監督おっしゃってたので、はいはい、決めてないからね。そうなんですよ、ね、岡田監督はね、まあ、センターの近本だけは決まってるだろうけども、うんうん、はい、両サイドっていうのはね両方兼ね備えるというか、守備もそうだしバッティングもそうだしっていう、もう欲もあるだろうしね岡田監督は、うん、そういった選手がしっかりポジションを取れるかどうか、うん、昨年の形から言うとやっぱり森下ライト、ノイジーがレフトかなっていうような感じはするけども、うん、でもこれはもう昨年の印象で言ってるだけで、はい、いや今年あいつすごいぞってなると、うん、まずは使ってみるからね。やっぱりそうですよね岡田監督、オープン戦なんか最初のうちなんか若手中心で行くだろうし、うん、そこで結果を残し続ければ、うん、それは取って変わるっていうこともあるだろうしな、はい、まあ、見どころ満載のキャンプだったんですよ。中でも例えば豊さんが一軍のキャンプで投打1名ずつポイントでもし行ったら見たいな、ぜひ見たいなっていう選手を挙げるとすると、ピッチャー野手1人ずつ挙げると、なんか注目で見ていきたいなこの選手っていう。ピッチャーはやっぱ下村っていうのを見たかったけども、まあ、腰の張りでちょっと出遅れてるということもあり、はい、まあ、なかなかねそうはいかないけども、うん、まあ、野手で言えばやっぱサトテルだな。特殊ですか。まあ特殊というか守備、あ、どういうその入り方をするのかキャンプで、うん、まあ、それはもうちょっと注目だよね。外野手は勝手に競争してるんだよ、うん、そう全体としてね外野手だからもうゆっくりしてる場合じゃないんだよ、はい、だからサプテルっていうのはやっぱ作り上げなきゃいけない、今年形をしっかり作り上げなきゃいけない、はい、3年間ね立派な数字も残してるけども、うん、はい、チームの中心として確固たる地位を作り上げる、もう今年は年だと思うんだよ、はい、だからそこら辺はねちょっと注目したいなっていうふうには思ってるけどね。あとやっぱり豊さんがねおっしゃってたそのゲラ投手、はい、もうそのブルペンでどんな球投げるんだろうなって、いやすごいだろうな、ピャンって、まず俺がこう受けさせてくれって、うん、多分取れないと思う。ちょっとね豊さんが受けさせてくれ、いや怖いと思うよ。いやそうですよね、あキャッチボールぐらいだったらできるけどねそうですね、真剣に投げてこられると迫力あると思うよ、うん、あれブルペンって後ろまで行けるんでしたっけ、ネットの。そのチームによる、チームによるのか、阪神は多分行けなかったんじゃないかなと。阪神結構厳しいですもんね、阪神、あのサイドだったと。あ、サイド、うん、あとあのルーキーの椎葉投手も、あ、うん、どんなあの体つきでどんな風な球投げるのかな。まあまあ、ね、そうだな、うん、ブルペンってね結構みんないいんだよ、よく見えるんだよ、うん、ただ打者が立った時だから、うん、シーバーの場合は、うん、まあ、こうオープン戦とか紅白戦とか、あ、まあ、そういうところで対峙した時にどういうピッチングになってくるのかっていうのは興味はあるけどね。豊さんだとじゃあそのキャンプのブルペンではどういったところを見たりとか。おお、いい質問だね、はい、これね俺野手出身だから分かんなかったんだよ最初、どうやって見たらいいかって、うん、藤田元さん、はい、元巨人の監督が、うん、まだ解説者時代に聞いたことがある、はい、藤田さん、うん、僕はあの野手上がりでピッチャーの見方が全くわからないと、うん、
どうやって見たらいいんですかって言った時に、ピッチャーっていうのはリズムなんだと、で綺麗なフォームで投げてるピッチャー、これはね勝てる要素なんだって。へー。だからまあ変則っていうのは投げても1イニングだとか、まあ中継ぎの傾向が強くて、やっぱ先発ピッチャーで見るんだったら本当にスムーズに投げてるかどうか、これを見たらいいって、そしたら分かる当時はね、はい、ただ今はちょっと違うからね、みんなフォームがそうですね、みんなこうちょっと担ぎながら投げたりとかするから、はい、その見方は多少変わってると思うけども、山本由伸がこうすり足で投げるようになったじゃん、はい、あれでもやっぱスムーズさがあるじゃん、はい、そういうところをやっぱ見た方がいい。へえ。これなんかこう癖があって、こんな感じで投げてるピッチャーっていうのはリズムが合わなくなったりだとか、誤差が出てきていい投球ができなくなる時がある。はい。だからスムーズに本当に綺麗なフォームでリズムよく投げてるピッチャーっていうのはいいよっては言われた。キャンプ地に実際行く、ね、ファンの方たちもそうですけど、やっぱりテレビで観戦するっていう方がキャンプ多いと思うので、はい、特にじゃあブルペンの動画画像が出てきた時にはそういったリズム、テンポのいいピッチャーとかそういうところにも注目してみると、まあそうだね、まあ、あのブルペンに入ってもやっぱり1球1球が長いピッチャーとかいるけども、やっぱりね一つの形を持っていいピッチャーってリズム感がある、リズムがいい、うんうん、だけど最近はいいピッチャー多いからみんなリズムがいいんだよ、綺麗なんだよ、綺麗なんだよ。そうですよね、見てても、そう音もいいし、そうだな、パチンってきて、それはもうそれが商売だ、そうそう、キャッチャーの商売だ。いやだからみんなよく見えるっていうのは確かに分かります。そうだね。あとは逆に今度打者の場合はそのバッティングを見た方が楽しいのか、投内連携見てるのが楽しいのかとか。バッティングっていうのは個人のことじゃない、うん、で投内連携ってチームプレーだよね、うん、はい。で阪神の場合は特にチームプレーをすごく大事にしてるから、うん、やっぱその時の緊張感、うん、これは見てほしいなと思う。連携プレーの時の緊張感ですね、うん、だから去年、ね、まあこれも動画で言ったことがあるけども、勝つぞって言ったらシーって言われたからね、うん、そうですね。で上スタンド上がって解説者と話すにも、うん、ひそひそ話じゃないけどさなんか大きな声で喋れないみたいな、そういう緊張感が伝わってきたし、うん、だから阪神のキャンプっていうのはやっぱりいいキャンプしてるなと思うから、まあ、ぜひあの時間があるときはね、はい、あの足を運んで見たらいいと思う、まあ、豊さんももちろん、もちろんもちろん阪神はちょっと時間的に合うから、わあ、じゃあぜひ、はい、多分中でのそのねやり取りのところ取れるかどうかわからないですけど、あの話した後の豊さん の, その球場前での強風の中での動画っていうのを見られますよね、はい、強風って決めつけないようにね去年すごかったね。それはもう風のないところを極力探して撮るよビルとビルのビルが入ったりとか、ね、いやでもあの強風のもね現地からやってる感があって非常に良かったです、臨場感あるよ、臨場感あって、はい、またお願いします。